どうも、レウンゲーム TV です。今回はまだまだたくさんあるバンカラ内に隠れた小ネタの数々を集めてみました。バンカラ内の周辺には大きな団地が立ち並んでいますが、広場のカメラモードでこの団地の部屋をズームしてよく見ると、よく見るとゲームでイカたちが着ているギアがちゃんとベランダに干されていたり、インクまみれになったズボンやインクまみれの靴下も干されており、イカが履いているスパッツもあったりと、広場の団地にちゃんとイカたちが住んでいるっぽい細かい描写がされているのがわかります。また別の団地も見てみると、ブラインドがボロボロになっている部屋があったり、窓ガラスが割れたのか板や紙で補強されているアパートっぽいものが存在していたり、民家の屋根にペットボトルが捨てられていたり、室外機の上にペットボトルが放置されていたりと、治安の悪さを感じさせる小ネタが街のあちこちに仕込まれています。作り込みがすごい。起動した直後に見ることができるバンカラジオ。このニュースは今作から L スティックを押すことで街を歩きながら聞けるようになったのですが、ラジオに切り替えた直後、スリミ連合のスタジオまで急いで行ってみると、よく見るとちゃんと左上に流れてるニュースとスタジオの番組の動きが連動している。ニュースをスキップしてもちゃんとリアルタイムで番組が行われているようです。細かすぎる。さらに終わりの挨拶の後も見続けると、番組が終わって巣に戻る瞬間のスリミ連合が見られる。貴重すぎる。バンカラ内のロビーの中にあるこちらの巨大なモニター、このモニターを下から見上げてみると、よく見るとスイッチ本体の下にもある充電するときにコードを挿す楕円の穴が、さらに側面を見るとここもスイッチ本体と同じくジョイコンをセットするレールが。そう、この巨大モニター、実は巨大な任天堂スイッチ本体になっている。さらに裏側を見てみると、スイッチの裏にもあるテーブルモード用のスタンドもちゃんとある。遊び心がすごい。続いては視聴者さんから映像をご提供いただいたこちらのレアな現象。服屋で好きな服を購入し、装備するを選んだときに、このタイミングで通信エラーが起こってしまうと、服が消えた、ただの不審者になっていると、服屋で装備を選んだタイミングでエラーが起きると、下着だけになるレアな現象が起こるようなのです。ちなみに別の視聴者さんからご提供いただいたボーイで同じ現象が起こった時の写真も見てみると、ボーイだとインナーすら着なくなり、完全なる変質者が街に出没する。服を着ていないのに堂々とした表情で街に佇んでるの、シュールすぎる。
ちなみに、ワイヤ2の街ではこんな現象の報告はなかったため、おそらく3から仕込まれたエラー時の専用処理っぽいです。任天堂の悪意を感じる。バンカラ街の商店街の奥には、よく見ると、お茶という字を崩したっぽい看板があり、ズームすると、売っているものもお茶っぱっぽいパッケージになっていますが、なぜここにお茶が売っているのかというと、先日公開された開発者のインタビューで、スプラトゥーン世界の地図資料が公開されたのですが、千葉の地、横須賀半島などがあることから、関東、中部地方がモチーフになっていることが判明しており、そして、地図の位置的に、ハイカラスクエアは東京、バンカラ街は静岡あたりに位置しているようなのですが、静岡といえば、お茶の生産量が日本トップクラスなことで有名な県です。つまり、バンカラ街の舞台が静岡付近だから、街にもお茶を売っている店がある。設定が細かすぎる。釣り見連合のスタジオの横をよく見ると、メニューの看板が置かれたカフェらしき場所の入り口がありますが、ここの階段の左側の壁をよく見ると、昆布と海ぶどうのフラペチーノ的なメニューの広告が貼られている。クソまずそう。以上、バンカラ街の小ネタ集3でした。